に言うことはないので1分で終わりたいぐらいの勢いです。私はあれですね、皆さん知ってるかわかんないんですけど、夢がありまして、ドラえもん作りたいと。でドラえもん作る、ドラえもん作ると言ってきたわけですね。で動画を入れていたんですが、なんか再生できなかったので、まあ当時の状況を再現すると、おそくさドラえもん作る作るとか言ってさ、全然ドラえもん作んねえじゃんって言った人が、この中の誰かは言わないんですけど、そういう人が5月20日にいて、でそのタイミングでですね、消えたわけです。さて作り始めようと。はい、で僕はあれなんですよ、僕はドラえもん大好きなんですけど、皆さんドラえもん大好きですよね。みんなドラえもん大好きなので、みんなでドラえもん作りたいと。でみんなでドラえもん作りたい、みんなでドラえもん作りたいと言って今日迎えたわけです。で、ミニドラの趣旨については一切説明しないんですが、何人来たかというとですね、初日は38人の方が来てくれています。すごいですね。2日目が30名で、3日目が29人と。で合計するとですね、4日目に新しく来てくださった方が2人いるので62人です。すごい、いやーすごいですね。というわけでですね、みんなで作るドラえもんっていう夢なんですけど、まあもうみんなで作るの方はもうほぼ達成したようなもんなんじゃないかという気持ちですと。あとはあれですね、ドラえもん作るしかないと。作りましょう。写真かぶっちゃうかなって思ったんですけど、以上です。